はいどうも底辺ゲーム実況者ユーピカです今回は Apex Legends よりブラッドハウンドのフィギュアをレビューしていきたいと思いますそして今回撮影してくれているのはこの方はいどうもこんにちはこんばんはシャツくんですはいということでねヨーダに撮ってもらいながら僕がフィギュアレビューしていくんですけども、えー、こちらのブラッドハウンドですね定価で4180円のものを未開封で 2,800円で僕はね購入いたしましたまあ、未開封だったんでほぼ新品と変わらないんですけども現品はこんな感じですはいはいちょっとね、えー、アップしてもらったり下の方もいいかな、うん、はいこんな感じになっておりますでえっ、ー、とね、まあ、まずね早速ね良かったところからね話していきたいかなっていうふうに思うんだけど こうやって見た感じね、えー、塗装漏れとかがないんですよ、ほぼほう、うん、塗装漏れがないしこの顔の造形も素晴らしいいい出来かなっていう,ふうに思いま,すまあアメリカントイなんで昨今のね日本のフィギュアと比べちゃうと見劣りする,する部分チープな部分ってのあるかもしれないんですけど、うんまあ、それでもねこういうところでねあのブラッシングじゃないや、えー、こういうねなんかなびきとか風のね こう傷とかつけたりとかそういうところってね細かいことをしてるなっていうふうにも思いますしあすごいな、うん、なかなかねいいと思う、まあ、本当にゲームのののの世界のブラそのものだなって思います、はいうん、で後ろの方もねこういうふうにジェットパックの部分でね、えー、ここにッチ、まあ、がこうやってついてるんだけど、はい、これはね「このピースキーパー」。 これ付属品なんだけど、はい、これをかねいろんな種類が今出てる作品なんだけどシリーズなんだけど、はい、あれだねえっ、ー、とブラハは P ーキーだという感じになっていますはいでえっ、ー、とねまあ可動式フィギュアなので、まあ、稼働するかどうかって話なんですけども、はい、まあ正直言ってブラハはそんな稼働しないですよあそんな稼働しないんだ、うん、まずここの 足の部分ね、はい、これちょっとこれスカートひらひらみたくなってるでしょ。な,なんで完全に足が開脚しきらないんですよ。あ、邪魔してるんだそう。で、膝はかなり曲がるんだけど。はい、え、正直、僕のやつ、これめちゃくちゃ硬くて。あの、押したらね、折れちゃいそうで怖いんで、僕は膝を曲げません。ああ。なんか、おね、うん、前にもそんなことなかったっけ。あった。あのね、今から一年ちょっと前に。ネカっていうブランドの。 デビルメイクレンのダンテのフィギュアレビューした時も同じような話をしてたと思うあ<ー>関節フィギュアアメリカントイのフィギュアだね、うん、確かあれも、ね、なんか全然曲がらないって言ったっけど、ね、そうなんだよだからやっぱそういうパターンもあるんで、まあ、勇気がある方はねどんどん負けちゃえばいいかもしれないけど僕は怖いんでやりません絶対折れそうだなそうでえっ、ー、とねこちら、はい、付属品もう一つあるんだけどアルトゥルっていうね、えー、カラスがいますでこいつねここにつくのよこ乗っけてね。はい。 えーとやるんだけどこんな感じあ本当は引っっかかってるこれもあのねキャラ選択の時のね、えー、まんまのあれなんだけどめちゃくちゃつきづらいんで、うん、あでも引っかかってるだけなのに確かにそう腕をね垂直にしてないとアルトルくんがくっつかないんでこれもつけるのが難しかったかなっていう感じあじゃあちょっと腕触ったけどダメなんだうんなんかでもこの次のシリーズでヤングブラッドっていうコスチュームのブラッドハウンドが出てんだけど、はい、そっちのアルトルくんはめちゃくちゃしっかりつくみたい 腕の造形のおかげでね<ー>なんかつくみたいなんだけどうんなるほど。はあ、で、まあ、このピーキーねこう指にこうやってつけるんですけど、うんはい、本当だそうつけれるんだけど、はい、この指の形的にこれがね、まあ、一応はまるんだけど、はい、こうこっちのここ、うん、あるじゃん箱あ、はいはい、これみたいな持ち方は僕の答えはできなかったんだよね。えっとこれはあのーうん、どこだあの本当にここのなんだこれ、うん えと打つところの部分を持ってるのかか、うん、そうもなんかここら辺かな、はい、持たせてるって感じなんだけど持てもう下手したら指パッキンしそうで怖いんでで他の方のレビューとかでも武器つけようとしたら指が折れてしまったみたいな。怖本当にそう <laughs> っていうのも聞いたんで、はい、ちょっと僕は本当に指にこうちょっと添えるぐらいのつけ方をね、えー、してるんですけどもそういうちょっと。 丈夫ではない部分っていうのはまああるかなっていうところが僕の中ではマイナス点だった。怖いんだよね。うん、ダンテの時もそうだったけど、アメリカントイの関節ビリアって基本的に脆いんですごい怖い。うんっていうところではありますね。はい。うん、でも本当にあれだね。うん、あのさっきも言ったけどさ、うん、塗装がすごい綺麗なんだよな。そうだね。色合いとか塗装とかすごい綺麗で、うん、あのそのまんまかなっていうふうに思いますね。 やっぱすごいな発色がさ、うん、あの明るい色はなんかこう,あのこう光ってるしさうん、うん、でこの正面のこのアーマーの部分か、うん、これもさすごいの色がさこす、うん、ってあんのかなかもしれないね。多分ねここの、うん ところは多分原色カラーなんだよそのプラスチックそのものの色でそれにこういうモスグリーンとかこのパックの部分とかを塗ってるのねこの赤いガスマスクのとことか<ー>目とかね、うん、でわざわざぬ、まあ、こう上から塗ってる時に漏れてないのよね、うん、これはねな,なかなか職人技だと思いますねうん、うんまあ、僕の個体が良かったっていう可能性もありますけどねまあよくな,なってなんだ良くなかった点であと言うなら首が、ねはい、あんま回んないんだよねこのブラハちゃんは。あ回んんないんだ、うん そう曲がんないね<ー>そこがちょっとなーっていうの何からその可動式フィギュアが好きな人は曲がんないのは残念かもしれないあれかあのこの首元についてるこれのせい、うん、このファーファーのせいなんだ、うん、これが突っかかってるあとその肩パッドあるじゃんこ、うん、の肩パッドのせいで腕が上がんない、うん ドスキフィアなんだけどな。そう。だからブラハの造形がそうさせちゃってるんだよね他のレースとかも上がるらしいのであそうなんだじゃあこっち側のやつか、うん、そうそうこのねレースねはいうん。まあそんな感じなんですけどまあ僕も本当これさ僕がゲットした時さ君も横にいたけど僕めっちゃもううわっみたいな興奮したね。興奮してて見つけたみたいなうん。すごい嬉しかったですね、うん、ブラハははいどうですかヨーダ君も。 洋くんはヒューズを使ってるからさ、うん、ヒューズとかあったらちょっとワンチャン欲しいんじゃない安かったらそうだねでもヒューズってまだいんのいや今んとこね実は出てないんですよこのシリーズあいないんだ。うん そうなので<ー>まあ今後ね、えー、出てくるかもしれない今ね第6弾ぐらいまで本当に出て出れますよみたいな感じでクリプトとローバーがね最新で出るらしいのでどんどんこれからレジェンドたちがね出てくるんじゃないでしょうかそうかもう6弾も出てるんだこれそうなのよ、うん、このねブラハが2020年10月に発売されたフィギュアなんで、はい、3か月おきぐらいに出てるっぽいですね。は<ー>、うん そ,うはい、そんな感じですまあ、海外と日本で若干発売日とかずれたりする時もあるみたいなんですがまあ、とりあえずね僕このブラハ大好きなんで、えー、ゲットできてすごくね嬉しかったなと思いますはい、はい、じゃ今回は一度ここでお開きにしたいと思いますまた別の動画でお会いしましょうはいさようならさようなら